ユーロ2016へ向けた戦いが、スタート。開幕節でワールドカップ出場国同士の、対戦も、ブラジル、ワールドカップがドイツの、優勝で幕を閉じてから2カ月、欧州各国はユーロ2016へ向けた戦いを、早くも9月7日に、スタートさせる。フランスで開催される同大会、開催国を除く、UEFA、欧州サッカー連盟、に、加盟する53の国と、地域が23枠の出場権を、争う。9つの予選グループに分かれた各チームでは、上位2か国ずつと、3位の国から成績上位の、チームが本戦への出場権を、手に、残る3位チーム8か国が、プレイオフで対戦し、勝利したチームも本戦へ駒を、進める。ブラジル、ワールドカップで通算4度目の、世界王者となったドイツはグループ D、アイルランドやポーランド、予選初参加となるジブラルタルなどと、同居し、開幕戦ではホームでスコットランドと、対戦する。前回王者であるスペインはグループ C に、入り、ウクライナやスロブアキアなどと、同組。開幕戦ではホームにマケドニアを、迎える。また、ブラジルワールドカップで3位となったオランダはグループ A に、入り、アウェイでチェコと対戦。グループ E では、共にワールドカップに出場したスイスと、イングランドが激突する。なお、同予選には開催国フランスが、グループ I にいるが、本大会出場権を、得ており、同国の試合はすべて親善試合扱いとなる。各予選グループ分けと、7日から9日にかけて、行われる対戦カードは以下の通り。グループA、オランダ、チェコ、トルコ、ラトビア、アイスランド、カザフスタン。開幕節対戦カード。カザフスタン、VS、ラトビア、9日、チェコ、VS、オランダ、9日、アイスランド、VS、トルコ、9日、グループ B、ボスニア、ヘルツェゴビナ、ベルギー、イスラエル、ウェールズ、キプロス、アンドラ。開幕節対戦カード。アンドラ、VS、ウェールズ、9日、ボスニア、ヘルツェゴビナ、VS、キプロス、9日、イスラエル、VS、ベルギー、延期、2015年3月31日予定、グループ C、スペイン、ウクライナ、スロブアキア、ベラルーシ、マケドニア、ルクセンブルク。開幕節対戦カード。ルクセンブルク、VS、ベラルーシ、8日、スペイン、VS、マケドニア、8日、ウクライナ、VS、スロブアキア、8日、グループ D、ドイツ、アイルランド、ポーランド、スコットランド、グルジア、ジブラルタル。開幕節対戦カード。グルジア、VS、アイルランド、7日、ドイツ、VS、スコットランド、7日、ジブラルタル、VS、ポーランド、7日、グループ E、イングランド、スイス、スロベニア、エストニア、リトアニア、サンマリノ。開幕節対戦カード。エストニア、VS、スロベニア、8日、サンマリノ、VS、リトアニア、8日、スイス、VS、イングランド、8日、グループ F、ギリシャ、ハンガリー、ルーマニア、フィンランド、北アイルランド、フェロー諸島。開幕節対戦カード。ハンガリー、VS、北アイルランド、7日、フェロー諸島、VS、フィンランド、7日、ギリシャ、VS、ルーマニア、7日、グループ G、ロシア、スウェーデン、オーストリア、モンテネグロ、モルドバ、リヒテンシュタイン。開幕節対戦カード。ロシア、VS、リヒテンシュタイン、8日、オーストリア、VS、スウェーデン、8日、モンテネグロ、VS、モルドバ、8日、グループ H、イタリア、クロアチア、ノルウェー、ブルガリア、アゼルバイジャン、マルタ。開幕節対戦カード。アゼルバイジャン、VS、ブルガリア、9日、クロアチア、VS、マルタ、9日、ノルウェー、VS、イタリア、9日、グループ I、ポルトガル、デンマーク、セルビア、アルメニア、アルバニア、開催国フランス。開幕節対戦カード。デンマーク、VS、アルメニア、7日、ポルトガル、VS、アルバニア、7日、セルビア、VS、フランス、7日、米印親善試合。